はい、ということで会社がねできました。こちらです。いや、ついに我々のオフィスができましたね。はい、このオフィスね、どうやって使っていくのかっていうとね、マインクラフトっていろんなアップデートをするじゃないですか。はい、まあ、今って年末年始近づいてきて、クリスマスのイベントだったり年末のイベントだったりとか、いろんなことやってるんですよ、うん、Java でも統合版でもさ、うん、だからその、まあ、いろんなニュースとか Twitter のね情報についてここでね雑談で喋っていけたらいいなと思いまして、はい、今回ねこういった会社にオフィスをね作ってみました。これが1階ですね。まず、どうですか先輩、感想は。いや、なんかこう広々としてね、こう清潔感のある床あ、ね、そしてねこの広い、この広いじゃない、このでかいテレビ。そうだね、清潔感のある床ね。テクスチャーが気に食わないとか言ってたけどね、バニラこれね、なんかバニラとね影と見え方が違うから、はい、ちょっとバニラとねちょっとなんかあの旅館の靴脱ぐとこみたいなそう感じがしちゃうんだけどね。でこの大きなテレビ何インチか知らないけど、はい、これなんか真ん中だけ違うね。え、本当だ、何これ、知らない、待て待て待て、あ、やべえ。いや、やばくもないか。一箇所だけね、あの、裏についてた。みんなわかるかなこれ。普通こうなんですよ。あの、裏にこうついてたんだ。だからボコって。ああ、へこんでた。へこんでたんだ、こう。真ん中だけ。てか、このテレビあれなんだ。壁に近づけじゃなくて、なんか浮いてんだけど。あ、ほんとだ。浮いてるね。あ、気づかなかった、これ。いっか。まあ、我々のね、特殊な科学力で浮いたテレビってことで。そうだね。これが未来のマインクラフトですよ。そして、この、クリーパーと、村人ですね。これいいよね。これいいね。なんかよくあのアニメスタジオとかにあるさ、あのパネルみたいな雰囲気出てて、うん、これお気に入りですね。結構、まあ、等身大じゃないけどこの大型パネルね、うん、マイクラの最新科学技術によってこのパネルがね実現したということで、でここ我々がまあ雑談するスペースだね。我々これ外というか、はいはい、なんか他のところに行くときどうすればいいんですか。なんか出入り口が全くないんですけど。ないよ。え？え？メグセンカンパニーの社員は会社から出てはいけないんですよ。あ、住み込み？え、当たり前じゃないですか。まだ全然零細企業というかさ、全然そのチャンネル登録者数もそんなにないのに、何出てこうとしてるんですか。ダメで、就職中働かないと。やべえな。ここも真っ黒だったから。寝てる暇ないっすよ。何言ってんすか、そんな。くそ、ここから脱出してやる。脱出してもいいんだけどさ。あの、それ、うん、サバイバルで飛んだ方がよかったかな。そうだね。今俺も思った。くそ、ここはとんでもねえブラックだった。こんな会社抜け出してやる。うわー、ギリギリしない。なんだよ。もうね、見えちゃったと思うんですけど、綺麗にできましたって言ってこう引いていくとね、この人浮いてんだよね。はい。まあ、なんで浮いたかって正直に話します。いろんなゲームをやった時に、いろんなゲームのね、その思い出のエリアを作りたかったんですよ、周りに。はい。で、我々相談しました。あの、音波とかね、みんな交えて相談した結果、真ん中にまあ、ビルがね、ドカンとそびえてた方がいいんじゃないかと。普通だったらこう、ラピュタみたいな形にしたいわけよ。うん。下がね、尖ってるような、要はあの、島から浮いてきましたみたいな形にしたいわけよ。でも、それだとさ、他と同じじゃん。いいじゃん。メグ線はメグ線で。でもこれでいいんだよ。会社浮いてんのも。これは会社なの。あれは島じゃん。ラピュタは島なの。これは会社なの。じゃあいいじゃん、これで。会社が浮いたの。ビル、うん、あの、まあ、ビルごと飛んできたんで。そうそうそう。あれは島が浮いたのね。これは会社が浮いてんのよ。だから、これで正解。いいの、埋めなくて。というね、あの、大人の言い訳です。まあ、こういったものができましたと。まあでもね、遠くから見ると、まあ、浮いてるからちょっと景色もね、中から見るといいし、こうやって引きで見てもさ、ちょっとこういい感じじゃん。こう自分で言うのもなんかいい感じで、ね、ナルシスみたいになるんだけど、あのガラス張りでさ、ちょっとミニチュア風に見えるというか、まあまあちょっと見栄えをするかなと思ってまして、うん、まあいいよね。ということで今後はね、マインクラフトでなんか新しい情報とかあれば、まあ、雑談として発信していったりとか、 YouTube にコメントだとか Twitter とかにコメント、まあ、DM とかがなんか注目するようなのがあれば、それをねこのオフィスを使って発表していけたらいいなと思ってます。なのでよかったら、チャンネル登録、評価よろしくお願いしますって、コメントの方もね、ツイッターでも YouTube でもまあ何でもいいので、もし何かあれば、まあなんか、何でもいいんですよ。何でもいいんですけど、何かもしよければコメントね、してみてください。では。